はい、こんばんは。はい、こんばんは。ですです。ゴッドメディスンの続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あれ？これちゃんと動いてるかな？あ、動いてるっぽいですね。よし。じゃあ前回の続きやっていきましょう。今日は第3話ですね。さあ、前回の続きですけど、現代というか、元いた世界、現実世界の、お化けビルと呼ばれてるファントムを作ってたゲーム会社のビルを攻略して、で、また再びファントムの世界のサンドマンの街に来たところですね。ようこそサンドマンの地底都市プラブルームへ、英雄の魂を持つ方ですね。我々の長オーズ様がお待ちです。どうぞ宮殿の方へ。ちょっとゲーム音ちっちゃいかな。この辺ビローってなってますね。これちょっとスーファミフルなってきたらこういう現象が起こりやすいんですけど、まあ多分温まってきたら元に戻ると思います。よし、じゃあその前にちょっと探索しましょうか、街を。バスターソード、ビッグハンマー、ハヤブサの弓。ブーブーちゃんさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。激しばもふもふ丸さんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。木の盾、100年袈裟、プリティロック。まあ、装備品もちゃんと揃えてますね。前回買ったかな？全解約がもうすでに出てきてるとは。そうですね。3個目さんいらっしゃい。これが、聖剣伝説です。シャッキリとかも買っといた方がいいかな。薬草はもう多分ほとんど役に立たないレベルになってきてるんで。あ、でも高いな。全解約もう1個だけにするか。ケルさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。まあでも毒も多分戦闘終わったらちゃんと治ってたんで、そこまで使う必要ないかな。まあ混乱とかなったらめんどくさそうですけど、買えるだけ買っときましょうか。よし、これでいこう。ここは地上とは全く違った文明を持つ地底都市プラブルーム。本来地上の人間は入ることが許されないサンドマンだけの街なのです。この勇者を守るための種族と言われているサンドマンの国ですね。国というか村かな。これ真ん中から来たんでしたっけ？5個目さんいらっしゃい。こんばんは。懐かしいですか？プロ来ましたね。僕もこれ子供の頃すごいやりたかったゲームなんですけど、ゲームボーイ持ってなくてできなかったんですよね。あ、そうか。ここやな。ファントムの世界の入り口からちょっと降りたところ。そこからこのサンドマンの地底都市プラブルームへ来ました。あ、買ったのは復刻版。そうそう。復刻版が多分5年後ぐらいに
出たみたいですね。ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、両対応のゲームとして、黒カートリッジかな？わかりやすく言えば。今回やってんのは、普通のグレーのゲームボーイの、色したやつですね。王子様はあなた方がここへやって来られるのをずっとお待ちになっていました。話したいことがあるようです。さあ、宮殿へ。あ、説明書が大きかった。なんか箱はでかかった印象ありますね。サンドマンって実は若いんかな、みんな。最初出てきた時こう、ジジイっぽいと思いましたけど。ちょっと背景変えるか。コルク見づらいかな。なんかガチャガチャしてますかね。ちょ、このファンタジーっぽく、のどかな景色で行きましょう。王道 RPG で戦闘のシステムが面白い。うん。そして分かりやすいですよね、何より。この水車小屋は、この都市の力の源です。泉の流れから非常に大きな力を生み出しています。魔法もすげえ分かりやすいですよね。こんにちは。サンドマンのあのイメージとしては、シュラの国におったシャチのイメージなんですけどね。あ、これが宮殿か。我々の祖先あ、ちょっと止まったかな。あ、大丈夫っぽいですね。ちょっとカクカクしてそうですけど、いけてるかな。世界を破滅に導く者が現れたとき、彼らは怒り、空から魔王を降ろすのです。しかし我々は天の神々の試練に決して屈してはなりません。さもなくば人間は存在することを許されないでしょう。なんか難しいこと言ってるけど内容薄いみたいな。縦じわネズミの会話ですね。北斗神拳奥義往復ビンタ。実はちっちゃいなんかこう仮面をつけた男やと思ったら、バカでかいんですよね、シャチ。この泉は永遠の泉。終わることなく水が湧き続けるのです。サガ3でこんな見ましたよね。サガ3のオープニングで。ここはプラブルームの歴史を収めた博物館です。ちょっと博物館行ってみるか。あなたたちには特別にサンドマンの歴史について少し話しておきましょう。なんで BGM 消えた？あ。サウンドマン、エンターサンドマンはメタリカの曲ですね。神 BGM が流れてます。実は我々はファントムの世界の古代人なのです。我々の祖先は遥か昔地上で生活をしていたのです。しかし祖先たちは天の神々の怒りに触れ、空から降りてきた破壊の神、魔王によってほとんどのものが滅ぼされてしまいました。そして生き残った者たちは地底に逃げ延び、そこで生活をするようになったのです。それから長い時間が過ぎました。そして大きな地震が何回かあり、やがて新しい人間が生まれました。我々サンドマンは長い間地底にいたため、地上とは異なる文明を持っていました。
したがってサンドマンは地上のバランスを崩さぬよう地底に全てを隠し、地上の人間とうまく暮らしていくようにしたのです。我々の祖先が体験した不幸がもう二度と起こらぬよう、サンドマンは英雄の魂を持つ者に力を貸すのです。なるほど、先住民みたいな感じかな。まあ古代人ですね。オーズ、ついに来たか、英雄の魂を持つ者たちよ。古代の力、仮面ライダークーガ、そなたたちの活躍は噂に聞いておるぞ。そこでぜひ行ってもらいたい場所があるのじゃ。それは砂漠の大陸にある英雄の墓なのじゃが、そこには英雄の魂を持つ者だけがわかる秘密が隠されているようなのじゃ。どうだね、行ってみんか。いいえ。そうか、仕方あるまい。プラブルーム発進準備解除。これ動くんや。大河英雄、街の移動はどんな仕組みになっているかって話しても多分地上の人にはわかりませんよ。あのファイファン6のフィガロ城ですね、多分。英雄の墓は天の神々が作ったと言われる謎の建造物です。人間に天の歴史が、天の試練が与えられるとき、英雄の魂は英雄の墓からやってくると伝えられています。英雄の魂は英雄の墓からやってくる。仮面ライダーゴースト。最近また新しいのやってるんですよね、仮面ライダー。ヒロインがめっちゃ可愛いと言われている。そこでぜひ行ってもらいたい場所があるのじゃ。どうだ、行ってみんか。いいえ。そうか、仕方あるまい。プラブルーム発進準備解除。毎回これ準備してるんですね。あ、来た来たと思って。なんや、いかんのかい。はい。よし、それではプラブルームを砂漠へ移動させるぞ。 B ファイター兜世代、準備は良いな。プラブルーム発進。はい、王子様、プラブルーム発進します。わあ、地底を進んでますね、これ。砂漠の下に着きました。そなたらが入ってきたプレートはたった今砂漠へと繋がった。砂漠を東南の方へ行くと英雄の墓が見つかるじゃろう。砂漠のも オブ A 1個目さん、いらっしゃい。あれ、なんか止まってないかな。あ、大丈夫そうですね。オブエイ1個目さん、いらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。これは知らない。ゴッドメディスンというゲームボーイの RPG ですね。さあ、東南の方って言ってましたっけ？東南の方。
まずは地上へと出ましょう。ギュンギュン動いてます。完全に止まることはちょっと少なくなりましたね。ルーターの位置変えたからかな。まあでもたまに OBS がそのこれ止まるよみたいな合図を出してくるんですけど、英雄の墓とは一体どんなところなのか。会心の一撃、だいぶ強くなりましたね。そうですね、もう王道中の王道、ベタベタなロープレって感じかな。そのこの主人公3人が大人気 RPG ゲームであるファントムという RPG があるんですけど、その世界に入り込んでしまったみたいな話です。だから現実の世界とこのファントムというゲーム内の世界を行ったり来たりして進んでいくって感じですね。僕は子供の頃その設定を聞いて、何その超面白そうなんて、ありがち。そう、あのファントムですよ。15個目さん、ベニジャケさん、いらっしゃい、こんばんは。あ、来た来た、今時のラノベみたいな。まあ昔からよくあるな設定ですよね。オアシスだー、わーい、水があるわ、ごくごく、プハ、砂漠にも極楽ありだぜ。え、これが英雄の墓じゃないんか。ネバーエンディングストーリー。ただの休憩所でしたね。ヒドラーフロートが現れた。リクさん、いらっしゃい、こんばんは。昔ね、長い号が長い号がファミ通で連載してた漫画も、少年がこうロープレの世界に吸い込まれて、そしてなぜか女体化してるという、あの漫画もすごい好きやったんですけどね。一瞬でなんか打ち切りみたいになってたの。このゲーム初めてですか。ゴッドメディスンという RPG ですね。まったく、ここは英雄の墓じゃなくて泥棒の墓だぜ。どんだけ長い。21個目さん、いらっしゃい。今のところどうですかね、今回第3回目なんですけど、まあ90何年かな、92年ぐらいですかね。これちょっと今見れないですけど、あ、こっちに書いてあるか。93年のゲームですね。まあかなり進化してるかな、ゲームボーイも。墓の中のお宝を頂戴しに行った俺の仲間は誰も帰っちゃこねえ。ち、そうですよね、90年代って聞くと割と新しいんちゃうって思うけど、めっちゃ古いです。そう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 、アニマード、ゲーム戦士アニマード。あれがね、めっちゃおもろかったんです。あ、あ、入ったら出られへん系の。どこまで落ちる？な
長いですね。即死の高さですよ。うん。あ、BGM いいなぁ。ことごとく BGM がいいですね。アルマが現れた。この種類は初めて見るな。会心の一撃。やっぱ素早さ重視でいった方が会心出やすいんですかね。この墓に眠る宝とやら一度この目で見たかった。ベイサミみたいなパーティー。あ、トベイサミか。エスプリが現れた。謎な生物ですね。おこだよの顔文字みたいな。ハートを磨くっきゃない。あ、それで、それが主題歌のアニメか。トベイサミ。トキオですよね。ハートを磨くっきゃない。あ、お宝だ。スピリッツ。まあ、エンカウントは恐ろしく激しいですけど、まあその分ダンジョンは結構狭いですよね。まあこれからもっと広なっていくんかもしれんけど、まあサクサク進められるゲームバランスですよね。まずはこの辺の敵になれるレベルまでならんとあかんな。ミナオーラの書を見つけた。ミナオーラってことはベホマラーか。そういやなんかん？パワーハンド、あ、パワーハンドはあれやな。ネムールの書。これもミキテイに持たしといた方がいいかな。ネスは相変わらず脳筋のままでいきましょうか。ファイファンの時の記憶が蘇りますけど、ドブロクに渡すかな。ミキテイでいいか。で、ミナオミナオーラもミキテイ。ミキテイ。よし、これで OK。 今回はメスじゃないですね。メスはまあ、あいつだけですよ。後にも先にも、あのメス犬だけですよ。表示うるさい。無念じゃ。で、みんなこうダイイングメッセージでも書いてるんですかね。これもともとは小学生やったかな、設定的には。この3人が塾行く途中にそのファントムが発売中止になったみたいな話を聞いて、で、楽しみにしてたのにみたいな、ゲーム屋のおっちゃんがごめん、ファントム発売中止になったわみたいな話をしてて、で、まぁ、塾まで時間あるから、街をうろついてたら、その突然、魔王と、その、ファントムの主人公である、
ミカールダンっていう勇者がおるんですけど、そいつらのパーティーが魔王と戦ってるところに遭遇するんですよね。で、その勇者側が魔王に負けるんですけど、魔王に負けた勇者たちから俺らの魂を受け継いでくれみたいなことをこのネスたちに言われるんですよ。あ、オープニングだけ。そうそう。それでこの世界を救う羽目になったというか、まあ、現実世界と繋がってるんで、現実世界の方にも、この魔王の力が及んでるというか、前回はその、あれですよね、機械兵というか、モンスターを大量に製造して、現実世界を制圧しようとしている場所を突き止めたって感じでしたよね。バチが当たったのさ。そうそう、行ったり来たりするんですよ、現実世界とゲームの世界を。なんや、やっぱり何もなかったな。制作サイドになんとかしてもらえれば。そう、そして何やったっけな、平山という女子社員がね、謎の失踪を遂げてるらしいんですよ。そう、制作陣におった。なぜ女子社員なのかよくわからないですけど。死に戻り設定が多くて命が軽く感じる。七死のゲーム、あの DS のやつですよね、七死のゲーム。回復薬もったいないか。レベルが上がれば全回復、桃電方式なんで、ダンバイン張りに東京に出現。バーン全体化とか、あ、そうか、会心やったら全体化になるのか。現実の世界でゲームの影響が影響するのはドットハックの時代からある。はい、というわけでニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。続き次枠でやっていきたいと思います。お時間ある方はまた見に来てくれると嬉しいです。フレッシュバイアベマの方はいつも通り引き続きこのまま、やっていきますので、ドットハックもありましたね。やったことないんですけど、 PS2 でなんかボリュームなんとかが出すぎてどれ買っていいかわからんかったな。売り方が間違えましたよね。1なんか2なんか。メキテー、レベル上がりました。よし、じゃあちょっと枠取りします。ダンバインも僕よく知らないんですよね。てかロボットアニメあんまりわからんかな。地球防衛組とか見てましたけど、子供の頃。あれも一応ロボットアニメですよね。あとはグランゾート、ワタルとグランゾートは見てましたね。あ、間違えた。コピーして。あれ？じゃ、これ間違えた。
ちょ、自分の放送ページに行けん。あ、こうか。よしよし。あれ？なんでこんなとこディスコネクト？なんか放送、あれ？すいません、なんかバグって放送消されちゃいましたね。なんでやろ？止めてなかったからかな。ワクトリするか。あ、ほっといた背景夜になりましたねこれ。よし、これで OK かな。すいません、なんか、あれですね。ちょっと放送が、いきなり終わっちゃいました、勝手に。富野義行、最高傑作はダンバイン。異論は認める。ダンバインも、スパロボでしか僕、知らないですね。リクさんいらっしゃい。ありがとうございます。なんかちょっと前の枠って言うたらいいんかな。勝手に終わっちゃいましたね。10秒ぐらいで。じゃあこれ、ミキテじゃなくて。最近やたら再放送でやってる。まあでもロボットアニメ最強キャラはダンバインやみたいな話は聞いたことありますけど。一番強い。なんかそんな話は聞いたことありますね。オーラ力？オーラ力？ここの敵強いなぁ。イデオン、5個目さんいらっしゃい。ブラックホール作れる。アキラの世界ですね。イデオンが一番でかい。なんかロボットアニメの大きさを、ロボットアニメのロボットの大きさ比較してみたみたいな動画なかったでしたっけ？もうなんか宇宙ぐらいのデカさのロボがあるとか、何のアニメか忘れましたけど、ああ、そういう系か。あるある、画像ならある。ジャイアントロボとかもでかいんじゃないんですか？あれででも言うてもそんなにでかくないんかな？
マジンガーとか大胆の、大胆3の手のひらレベル。これこっち行ったらやばそうですよね。こっちで正解か。あの宝箱に目がくらんだな、さっきは。こう行って。これちょっとこっち行ってから確認するか。あー、なるほど。こんにちは。アニメじゃないけど、創作物の中で一番でかいのは、何、神等の公平の小説に出てくる、全長数光秒のロボット。うわぁ、ミミックや。グレイブキーパーが現れた。それはやりすぎ。もう完全に完全にあの考えが小学生ですよね。俺戦闘力無限大みたいな言うてる小学生と一緒ですよ。せめてトランスフォーマーの惑星ぐらいまで。無限大って言った方が勝ち、勝ちゲームみたいな。うわ、こいつ強いな。ブリーチに出てくるのは、ただ13キロ。魔風棒を手に入れた。あー、あながちミミック悪くないですね、これ。ちゃんと宝もらえる系のミミック。ついにこれ魔風できるんちゃいます？魔風棒ってついてるぐらいですから。うわ、しかもこれ、めっちゃ強いですよ。角野公平、ブギーポップは笑わないの作者。ブギーポップは笑わないっていうのだけはなんか聞いたことありますね。名前だけ。魔風棒。これ、ドブロク覚醒するんちゃいます？ちょっと魔風しましょうか。はっ！ほらほら。ファイヤーアップ。アイスパワーアップ。あー、そういうことか。マテリアっぽいことではなく、単純にあれですね。魔法の攻撃力が上がるってだけかな。でも、アタックゼロやからな。ミキティが、魔風覚えやんと意味ないですよね。まあでも一回つけといてみるか。外せそうですし。ファイヤーアップ。そうか。パワーカットとかもありそうですね。そのうち出てきそう。じゃあやっぱりミミックもこう。精力的に開けていかなあかんな。これはどっち行ったらいい？こっちか。ちゃんとこう先を見えるところに仕掛けてあるっていう、仕掛けてあるっていうか、先を見えるようにしてくれてんのが優しいですよね。あ！大丈夫ですかね。止まってるかな。やっぱこういう止まった時にラグがあんのがちょっと難儀ですよね。オブエの方は大丈夫かな。動いてるっぽいですね。よしよし、止まったので更新すいません。ありがとうございます。 OK ですか。まあ、このネストミキテイは素早さ重視で装備してるんですけど、ドブロクのみはパワー系でいってるんで。うわ、強い強い。会心の一撃並みのダメージ。寺の息子ですね、ドブロクは。
ミキテイは、隠れて両方と付き合ってます。回線が落ちました。27個目さんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。まだ今日も安定しないですね。よし、これで大丈夫かな。ありがとうございます。何の話してたか忘れてもうたな。まあいいや。これ左乗ったらダメでしたよね。あ、そうそう、二股の話。そう、清楚系〇〇ですよ。これも左行ったらあかんっぽいねんな。どうするか。ベッキーレベル。このでもさーっと滑ってるときは敵出てこない優しさ。こっち行くか。こうやな。で、こう。あれ？これやったらいけんな。いや、抜けてないですね。この左の筋に入りたい。あっち入るには、ここやと無理ですね。こうで、あ、違う。こうで、こう。ん？ま、これ無理やな。さっきのでやってた？いや、でもさっきのやったら、多分、入れないですよ。入れたかな？こうですよね。こう行って、こう。で、こう。で、押したいったら、ここ下乗ったらダメなんですよ。この、ここの筋。ここの筋に乗りたい。これ左ですか？あ、そうか。下のところなんかこう、ピコってなんか、出っ張りありましたね。あれでいけるんかな？ああ、そうか。あ、こういうことか。ああ。なるほど。バフムートラグーンの話。ヨヨ様の話ですか？お宝だー。敵はそうですね、たこ焼きです。これハンプティダンプティですね。息を吸うように。守りのお札を見つけた。戦闘中か。戦闘中のスクルトですかね。ここでも割とあれやな、広いな。
魔風棒を持ったってことはもうあれが最後の武器なのかな。さすがにそれないですよね。まあでもゲームボーイやからそこまで長くはかからんと思うんですけどね。子供の時はサガとかめっちゃくちゃ長いようなイメージあったけど、今やったらなんかあっさり終わってまいそうやもんな。ドラクエちなみ、まあまだちょっとわからないですけど、でもあれか、なんか四天王みたいな言ってましたっけ、これ敵。あれ別のゲームやったかな。移動に時間かかるか。この見てない部分にもし宝箱があったらと思うと、全部を見ざるを得ないですよね。階段先見つけてから探索した方がいいかな。さっきでも5回分ぐらい落ちましたよね。今これ3回か。6階建てぐらいやったかな。あ、クルーズ来ますね。クルーズさんいらっしゃい。ポケモンやってます。時を超えるから、おでんくれた人に金一封。ゲーム嫌い？あの、JD がボイチェン使っておっさんの声出しながらゲームやってます。何もん？嘘つきはしねえ。立ってきた。それはない。ポットでの素人に何ができる？テロップ奨励テロップ奨励さんおりましたよ。 PSK かっこピクピスコさん、リュウセイさん、あと ANJ さん、他10名の方。結構降りてくれましたね。今日13人降りてくれた。棒読みついてる放送を聞いてたら、たまにテロップ奨励って言ってますもんね。あ、こういう系。あ、クルーズっていうのはね、ニコニコで、そう、ニコニコもいっぱい放送あるじゃないですか。フレッシュバイアベマも何番組か同時にやってますよね。それをその運営が公式でこうちょっとずつ流していくんですよ。そのクルーズっていう番組に乗ってる人っていうか、クルーズを見てる人らはこうザッピング、公式でこう勝手にザッピングしていってくれるみたいな感じですかね。でアンケートでその 50% 以上やったら30秒延長、さらにアンケートでもう30秒延長とか、なんかそんな感じやったと思うんですけど、あのみんな好き放題言っていく、とても楽しいイベントですよ。これはどういう意味なんやろ。はぁ、あ、はぁはぁ。で、これは3マス。なるほど。これ勝手に落ちてまうってことですね。これは2マス。
これ危なそうやな。まあ、新しいマーク。これは4マスかな ?5 マス進みましたね。これは OK。BGM がいいな、ここ。これなんか乗ったらやばそうな雰囲気、プンプンしますよね。見事に、落っこちそう。やったー!お宝だー!こんにちは。これででも、多分また A 武器もらえますよ、A 武器。あ、でもこれよう考えたら回復魔法の回数決まってますよね。回復魔法の回数決まってるってことは毎回ミナオーラで、ミナオーラで回復したらいいんかな。オーラ使おうがミナオーラ使おうがその回数は一緒ですもんね。宝箱の中で何時間過ごした、何年レベルですよ。ほらほら、やっぱり魔風弓を手に入れた。あ、3回分使うんですかね。まあ、1回試してみましょう。ピキンのレベルが上がりました。1回、ミナオーラヒール7ですよね。ほらほら、やっぱり子供騙しやな。大の大人のおっさんにはこれだから毎回ミナオーラで回復した方がお得ってことですよ。これ小学生時代の僕やったら真面目にオーラばっかり使ってましたね、きっと。魔風弓、風間由美リスペクト。あー、ちょっと素早さ下がるけど、47、57、28で39。それでもやっぱ最速か。真冬弓にしましょう。で、え、アイテム。あ、あー、なるほど。ネス76。やっぱミキテイにするか。よし、どんどん強くなっていく。魔風の能力、アタップ、アタップって何や。あ、ちょっと宝石外そう。これで魔風の能力ディフェイン、ディフェイン。あー、お、なるほど。これバイキルトとスクルトですよ。バイキルトの方がいいかな。ファイアップ、あ、ファイアアップやと思ってたけど、ファイアップ、マインでなんか覚えてるんかな。そういうわけではないか。ちょっと戦闘中にマイン一回使ってみましょう。リアップ、風間由美も現役めっちゃ長いですよね。僕が高校生ぐらいの時から出てるんちゃうかな。ファイアップ66個目さん、いらっしゃい、こんばんは。あ、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 危ない。大丈夫か。あー、なるほど、これ乗ったら先行っちゃいますね。うわ、これ危なそうやな。どっちがいい、どっち行くのが正解か。っていうか、ここ敵出てましたっけ。
風間由美って、風間由美って AV 女優じゃないんですか？敵出てないですよね。この下があれかな？ここで、1、2、3、4、5でギリギリ止まるんか。あれ？ちゃうな。あ、全然余裕でいけますね、これやと。トマトでバン。ちょ、今一瞬止まりましたね。動いてます？大丈夫かな？あ、これちょっとなんか止まってそうやな。またカクカクのアーカイブの出来上がりですよ。よし、これでいくか。OK ですよね。ありがとうございます。とりあえずこっち行って、まあ、適当に乗って行ってもいけそうやな、これで。一旦戻る。ああ、行き止まり。あ、また止まりそう。大丈夫か。プツってます？これで一回マイン。ナオール。あ、でも、ファイアップなんて、やつはないですね。今は OK。ありがとうございます。フージュ、ネムール、ナオール。しょうがないか。あ、しかも全体攻撃じゃなくなってる。魔風弓。でも強いですね。鋼の剣より強そう。まあ、格好撃破でいきましょう。ビットレートは低ければ低いほどいいですよね。画質は悪なりそうですけど、下げすぎててもプツりやすいとかってあるんかな。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になり、1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。あとクルーズで降りて見てくれた方いるかどうかわかんないですけど、ありがとうございました。続き次枠でやっていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。でもこのプツプツ現象、前あれなんですよね。オブエ単独でパラダイス枠やった時も同じ現象起こったんですよね。単純に OBS が悪いんかな。
はい、それでは続きやっていきます。よし、これでいいか。これで大丈夫かな？あ、そうか。これを、こうですね。体力は OK。魔風の効果がいまいちよく分かってないですね。あ、そうか。単純に、あれかな。アタップっていうのは、攻撃力倍増の追加効果って感じなんですかね。それっぽいな。この攻撃力見る限り、多分そうですよね。アタップっていうのは、通常の、通常の攻撃力プラスアルファが加算されるって感じですかね。ミナオーラすげえ優秀やな。お宝がないかどうか最終チェック。1個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。よし、上行きましょう。ダンジョンは迷うぐらいでちょうどいい。当然制作側も迷うことを見越した上でボスの強さ設定してそうですもんね。のりさんいらっしゃい、こんばんは。これ佐賀ですね。
なんかでもフィールド画面のドブロクが人造人間19号みたいに見えるな。よし、これ上来ましたね。一番上かな。一番上じゃないか。ミナオーラ。オーラ忘れてもいいぐらいですね。ミナオーラあるんやったら。どこからか声がする。石像を調べよ。英雄の魂を持つ者ならば先に進むがよい。英雄の魂は魔王が空より降りるとき英雄の墓よりよみがえり、選ばれた人間のもとに宿る。英雄の魂は初めにミカ・アルダンたちを選んだ。だが運命、いや強く大きな力がそなたたちを英雄として選んだ。最初から決まっていたこと。うわ、これ広いな。こっち行くか。魔風武器なくば破壊の王は倒せぬ。それがミカ・アルダンの敗れた理由なり。あいつら魔風武器なしで。あ、これまた見えない床消えちゃいます。英雄ならば堂々と進めですよね。絶対これ見えない床。うわあ。あ、でもお宝やったぜ。5キラ。あんまり意味なかったな。堂々と進めて、その名の通りでしたね。その言葉通りでした。堂々とって言われて、英雄なら堂々と。いや、あそこ絶対曲がると思うじゃないですか。でも多分あそこに魔風武器ですよね。ネスの魔風武器。なんか変なコメになった。全く問題ないですよ。全く意味ないコメでも喜びますよ、僕は。5個目さんいらっしゃい。あ、これ落ちるんか。こういうところはだいたい見えない壁で落ちないはずなんですけどね。全く意味のないコメントを打ってくれましたね。あ、せやん。これなんかちょっとあれですね。ラグってるせいで止まってるはずが止まれてないですね。もうちょい慎重に歩こう。あ、い、してるとかやったら、あれですよ。未来予想図です。
早くあの堂々とまっすぐ歩きたいね。レベルが上がった。こっからちょっと慎重に。あー、トヘロス唱えたい。ここですよね。堂々と。はい、はい、はい、はい。錦野明がなんだって。七個目さんいらっしゃい。魔風宝石は持っておるか？魔風武器に魔風宝石を合わせてみよう。武器に秘められし力が目覚めるであろう。こんにちは。うわ、三匹同時。眠る。絶対こいつら寝るやん、タイプ的に。てか真ん中だけなんか種類違いますね。あ、やばいやばい。カバウとかできんだ。よしよし、耐えた。黒とですね、クール銀の仲間。あ、ちょっとまた止まってますね、これ。治りました、ありがとうございます。両手持ち。でも名前は一緒ですね、こいつら。グレイブキーパー？ん？なんかちょっと暗いすぎてない？まあいいや、ミナオーラで。まあ、多分この戦闘が終わればレベルアップぐらいしそうなんですけど。ピキーン。そんなに強くない。ミナオーラ最強ですね。バーン。名前がいいぞ。会心の一撃。魔風剣を手に入れた。950メキテー。よしよし。早速装備。あれ
あ、これか。あ、やっぱり素早さ下がりますね。ただし攻撃は91。しかし宝石を持っていない。そろそろボス戦かな。三つの武器を手に入れたか。いいえ、三つ持たぬ者は戻れ。これはやっぱり英雄の墓らしく、あれですね、出てきてた敵は全部その試練のための敵やな。魔風棒に魔風弓。はい、ならば行くがよい。お前らまさかお宝を手に入れたのでは。もしやお前らは選ばれた英雄。歩きで帰った方がいいですかね。テレポで帰るか。魔風剣の威力を確かめる。そんなに強くなかった。あれ？オアシスなかったでしたっけ？移動してるんかな、あれ。テレーポで帰り、あ、テレーポ、リレミとか、ルーラじゃなかったですね。これ道間違ってるかな？まだもうちょい、西の方行った方がいいかもしれない。あ、あったあった。おお、戻られましたか。とりあえずオーズのとこ行きましょう。宿屋泊まってから。一晩15キラです。戻られましたか。みんな一緒っぽいですね。この水車小屋は、こんにちは。ミミックの中におったやつじゃないんかな、あいつ。よく無事に戻られた。ん？武器を見つけた？どれどれ。これはもしや、伝説の武器、魔風武器では。我々の祖先の時代からこの世界のどこかに
魔王に対抗できる力を持つ武器が眠っていると伝えられておったが、そうか、やはりあの墓の中にあったか。その魔風武器ほど強い味方はない。もう二度とこの世界が、そしてそなたらの世界が魔王に破壊されぬよう頑張ってほしい。頼んだぞ。シフグレイドの仲間から連絡がありました。シフグレイドの王子からあなたたちに伝言があったそうです。いいですか。空中要塞の情報をつかんだ。お前がやれ。13ごめんさんいらっしゃい。砂漠の山で待っている。空中要塞の情報をつかんだ。君たちの世界が危ないということだそうです。なんとかカーズ王子。何カーズ王子でしたっけ。忘れたな。砂漠の山で待っている。よし、じゃあちょっと山探しに行きましょうか。こういうのはだいたい東の方に山があるとかって言うてくれそうなんですけどね。火の玉玉。火の玉玉。14個目さんいらっしゃい。これでも黄昏の王の知らない人にが聞いたら頭を狂ってると思われそうですよね。まあ頭狂ってるんですけど。東の方へ行ってみましょう。山がありそうなところ。ついにちょうど今思った。でも火の玉玉最強魔法でしたからね。あれ一番絞りもありましたね。そういや、あとは三浦大輔となぜか横浜の選手縛りみたいな。三浦大輔アンデッドに効果的な歌魔法、三浦大輔です。あっさり山見つかりましたね。おったおった。あ、スピーカース王子。あ、みんな来てくれたか。僕は君たちと別れてから空中要塞について調べていた。そこに見える高い山の正体は空飛ぶ山、闇魔の空中要塞なんだ。あの大きな山を飛行させる力を持つ浮遊宝石が手に入れば、闇魔と戦うための空中戦艦が作れる。だから僕もあの空中要塞に潜り込もうと思うんだ。でも僕一人ではさすがに心細い。どうか僕に力を貸してほしい。嫌だ。そうか。でもあの空中要塞は君たちの世界の侵略にも関係あるらしいんだけど。てんてんてん。多分その空中要塞からあれですよね、ファントムの制作会社に向かって雷を落とされたんでしょうね。雲が全くない晴れた空から雷が落ちてきたって言ってましたから、しょうがない、助けてやりましょう。
そうか、ありがとう。じゃあ早速空中要塞へ行こう。ニコニコの風刺動画も同じ。ベニジャックさんいらっしゃい。あ、いいなあここ。あ、あ。空中要塞が発信するようだ。あ、ね、バレたんじゃないんか。アポロですよ、アポロ。アポロチョコ。とにかく要塞の中を探ってみよう。うわ、広そうやな、予想に反して。魔力へ。我こそはシフグレード王国のスピーカス王子であると。あれ？敵追わない？英雄の墓の敵が強すぎたんか。パペットマスターの計画は失敗したらしいな。近頃我々の計画を邪魔する奴らがいるようだ。人間に倒されるなんて情けねえ話だ。まったくだ。気づいてないんか。動きましたかね。ありがとうございます。すいません、 OBS が止まりました。違う。でもなんかもうクライマックスに近づいてきたような雰囲気はありますよね。これ伝説の武器取って敵の、まあ本拠地ではないですけど、空中要塞。ここはまるで空中庭園。はい、というわけでニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方、ミキテー、ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方、ありがとうございました。そうですよね、続き次役でやっていきたいと思います。このなんか海というか赤いところも乗れそうやねんけど。じゃあちょっと枠取りしますね。これでもあれかな、オブエアの方毎回待機画面で出してますけど、ゲームの映像でやった方がいいんかな。サムネイル分かりにくいですかね。ていうか今フレッシュで今何番組ぐらいやってんのやろ。いつも自分が実況してる時間帯は
何やってるか見てないんですけどね。ニコニコの方は相変わらず5000番組ぐらいやってますけど。よし。さあ、じゃあ続きやっていきましょうか。その前に確認してみよう。あ、なんかビロビロビロってなってる。 IE がなんかおかしなってるんか、これ。現在放送中何番組みたいな見れたと思ってんけどな。あ、やっぱり表示おかしになりますね、スクロールでしちゃえると。僕だけか。あれ、これなんか真っ暗なってません？あ、やばい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 、クラッシュした。あ、大丈夫か。IE がクラッシュしました。よし、じゃあこれでやっていきましょう。もう余計なことせんとこ。スピーカースが意外と強くて頼もしいな。要塞について説明する。お前ら侵入はよく聞けよ。この移動基地は様々な計画や作戦の拠点として活動している。今度の仕事はあっちの世界の侵略計画の一つ、ヒーラーの人間誘拐作戦の援護だ。ヒーラーの人間、まさかミキテイが狙われるんか。うわぁ、マップがちょっとややこしいな、ここ。相手の兵隊を立つのは兵法の定石。1個目さんいらっしゃい。うわぁ、俺は弱いんだ。こいつ最初からずっと言いますよね。おめえらやべえよ。この要塞には魔王様の右腕ラー様が乗っておられる。見つかったら命はないぜ。そしてそいつが持っていた鏡、それこそがラーの鏡である。つながりましたね、これで。逃げたお前の方がやばい。
ニコメさんいらっしゃい。後のラオウである。そうや、今日始める前に一回あれやったな、オブエの方でカメラ枠試してみてもよかったですね。ノート PC の方で放送できるかどうか。なんかね、OBS に対応してなさそうな感じするんですけど、一回試してやってみたいな。別の道、こっちの道にお宝あると思います？ないかな？ちょ、でも気になるから行こう。正解ルート来てもうたんで、一旦戻ります。昔は一回ね、テスト枠で、ニコニコの方ですけど、OBS つけて やったような記憶はあるんですけどね。なんかその配信ツールは、この PC じゃ使えへんよみたいなエラーが出るんですよね。レベル20にもなったらラスボスいけますよ、多分。まだまだ無理かな。完全にバグった時の音だったな。あ、でもやっぱり道なかったかも、これ、この先。あるある。王子強いですね。なんだうが、こっちが正解ルートかな。パイレーツ、パイレーツは確かめっちゃ重かったはず。あ、そうでもないな、割と強い。
ああ、みんなオーラ打つ前に倒しやがった。あ、よかった。レベル上がらなかった。こっちが正解ルートやったらまた戻らんとダメですね。間違えた。お宝とか。なんもない。なんだ？うがぁ。うわ、なんもないんか。せめてなんか武器落とすとかあったらよかったね。あ、止まりそう。大丈夫か。止まって復活しました。なんかね、勝手に復活してくれるときと完全に停止してもう一回その配信開始を押さんとあかん時があるんですよね。どういう基準で完全に止まるか。あ、またやな。また止まりそう。あ、戻りそう。止まらなかった。早く復帰したら大丈夫なんですかね。ブーブーちゃんさんいらっしゃい。ありがとうございます。ここはでもやっとボスらしいボスがいてそうですね。ラー様とかいう。さっき何もなかったよね。スピーカース王子になるぞ。よし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 。毎回名乗りを上げる律儀なやつですよ。
まあ、そうですよね。やあやあ我こそは。そんなも関係なしに、関係なしにもうドーンってやられたらやばいですよね。メキテー、バーンのレベル上がった。よしよし、そうですよ。あ、ここになんかあるな。うわぁ、俺は弱いんだ。いいことを知るから。この山を空中要塞に改造したのは、ここに次元の通路があるからなんだ。あと、そこに見えるのはなんと回復ポイントなんだ。知ってたらごめんね。最高じゃねえか。だんだん疲れてきてそう。だんだんとこう言わな気持ち悪くなってくるんでしょうね、言い続けてたら。さあ乱れ打ちじゃーと一緒ですよ。闇魔の基地にも極楽あり。これ登ってもっていいんかな。これちょっと降りるか。はい、でややこしいな。お宝なんもなしとか。あ、こっちが正規ルートかな。戻るべきか。一回こう上確かめて、これでも宝箱の匂いしますね。ネロさんいらっしゃい、こんばんは。これが次元の狭間か。やったぜ。青い実を見つけた。黒い実を見つけた。あれが浮遊石か。あれさえ あればラピュタは。これどっちから来たんでしたっけ。嗅覚。ハイエナですからね。で、こっちやな。
は？バルビカーン。やめてください、僕のバルステとね、僕のコミュニティとパソコンが吹っ飛んでしまいそうな。メガ、昔なんかもっとあの真似できてんけどな、何でしたっけ名前、ムスカか、ムスカのモノマネできたんですけど、ね、眠気が眠気が来ましたね、そろそろ。あ、逃げられへん。やって。今やっても、あれですね、絶対に似てない自信ありますね。あ、来た来た。人がゴミのような。あ、あれだー、スピーカスドスとかやられへんかな。これだ。これは動力装置だ。そこに浮かんでいるのが浮遊宝石だぞ。あ、声こんな声じゃなかった。よし、みんな僕がなんとかこの中から浮遊宝石を取り出してみるよ。ダメだ。もう少しで取れそうなんだけど。こっから逃げて出れそうやな。逃げて落ちて出れそうですね。あれ？次元の通路であっちの世界へ行き、ヒーラーの人間誘拐作戦に協力するのだ。者ども行くぞ。ネスたち以外にもそういう能力を持った人間がおるってことですね。私たちの世界へモンスターが送り込まれるわ。送り込まれてるわ。なんだ、俺たちが怖くないのか。だって弱そうなんだもん。やっぱりそう見える？無言の圧力。おい、お前ら。わあ。ラー様。いやい、てめえら。この方は魔王様の右腕、ラー様だ。ラー様の力を面白がい。お前らは下がっておれ。こいつらは2秒で始末する。どっちが悪？うわ、ラー様結構かっこいいな。姫のブロマイド使っとくか、毎回お決まりですけど。眠る。うぅ、あ、よかった、イベント戦か。どうだ、小僧ども。闇魔の本当の力、思い知ったか。出会って2秒で。我々に逆らうことなど、できぬのだ。死んでもらうぞ。なんだ、要塞が傾いた。うわぁ、ラー様。うわぁ、ラー様。そんなことってある？何をする、話せ。私まで落とすつもり
うわぁ。これ、ラー様は絶対生きてるでしょ、これ。落っこっちゃったね。ラッキー。でも、要塞も落ちていくぜ。キャー、地面よ。みんな伏せろ。死ぬ死ぬ。子供は残酷。これで、ふう、浮遊宝石を手に入れたよ。やっと手が届いて嬉しくって、いきなり宝石を取ったから要塞が墜落してしまった。まあ、こいつのせいやとは思いましたけども。みんなびっくりしただろ。ごめんね。でもこれで空中戦艦が作れそうだ。みんなありがとう。僕は早速、この宝石を持って国へ帰るよ。戦艦が完成したら必ず君たちに連絡するから、その時また会おう。さあ、そしてこれで、うわ、なんかラー様っぽいやついるんですけど。こっちに宝箱はなし。魔風衛兵。メキ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 。え？違う方向で見ればただの盗人。何をメキメキさせたんでしょうか。硬いな、こいつ。うわ、めっちゃなんか時間帯的に中途半端になりそう。まあいいか。女好き。集中して攻撃してきてますもんね。バーン。はい、というわけでニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。多分次枠取って、まあ切りのいいところで枠途中で切ると思いますけど、一応次枠やりたいと思います。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとこの戦闘中に枠取り直すっていうのがかなりめんどくさいですけど、まあしょうがないか。
はい、それでは続きやっていきます。1コメさんいらっしゃい、ありがとうございます。強いな魔風衛兵。でもこいつ倒したらもしかしたら宝石手に入れられるかも。やりました。ブーブーちゃんさんいらっしゃい、来た来た。ダークカットを手に入れた。ミキテイはヒューンを覚えた。ラー様は落ちたままですね。あっちに。落ちてこの冬要塞も落ちたんで。ネロさんいらっしゃい。ちょっとダークカットつけてみるか。欲しいんだった。チェインジ。チェインジって何やろ。落下の衝撃的には変わらない気が。すいません、OBS が落ちました。これで動いてるかな。どのタイミングで止まってんの。大丈夫そうですね。よし、ロックオンってなんなんやろな。ファイヤーパワーチェインジ やっとくか。あ、これなんか右になんか変なバーついてますよ。ほらほら。これどういう意味なんやろう。顔の横に。目がー。あ、戻ったかな。無精したんかいす。あ、復帰しました。なんかサーバーに接続できませんとかって言って止まっちゃってましたね。不安定ですね。やっぱりもっとあれなんかな、もっともっとビットレート下げなあかんのかな。ニコニコレベルまでビットレート下げたらなんとかなりますかね。問題ありですよね。こんなに毎回っていうかちょくちょくこんな感じになるんやったら。まあ、また設定の見直しもやってみます。よし、じゃあとりあえずは進めるか。扉みたいな岩だな。ありがとうございます。教えてくれて。あ、電車、線路が。友達が行方不明なの。お母さんは外で遊んじゃダメだって言ってる。
自転車屋は。骨董品屋です。ネス様ですね。勇者を助けて何百年、サンドマンです。お待ちしておりました。あれ？これだけか。ここは川田村ですよ。初めての場所ですね。国部町と日高町、そして何村やったっけ、川田村。そこのお寺は黒龍寺よ。熱血和尚さんで有名よ。寺で修行とかかな、飛龍の剣みたいに。近頃なあ、この辺りの子供らが次々といなくなっとるんじゃ。また止まりましたね。すいません。あー、しかもまたクラッシュしてんな。なんかこれで動いてるか。止まると寝ちゃいそう。そうですよね。すいません。よし、僕は毎日家でゲームしてるから誘拐されないよ。お母さんも安心さ。ていうかまあここで一旦終わっとくか。このなんでしたっけ、川辺町じゃなくて何町でしたっけ、こう川田村。とりあえず浮遊宝石を手に入れて空中戦艦を作れるようになったという感じですよね。ちょ、ネスノートにメモっときましょう。で、さっきのは、空中要塞か。空中要塞が終わって、川田村探索から。この BGM もいいから寝ちゃいますね、余計に。はい、というわけで、ちょっと中途半端ですけども、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。次回この続きからまたやっていきたいと思います。で、今日はもうこれでラスト枠ですね。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。そして、おやすみなさい。まあ、また明日、なんか、あれですね、ぬしどりの続きかな。なんか、
やりますかね、朝にでも。まあ、また見かけたら見に来てくれると嬉しいです。それではありがとうございました。ほなまたね。オブエ見に来てくれた方、コメントしてくれた方、ロムって見てくれた方、ありがとうございました。ほなまたね。